ベラロはドイツのシーメンスが開発する動力分散方式の高速鉄道車両の一群でドイツ鉄道で運行されているアイス3をベースとしている。アイス3とは異なりベラロは完全にシーメンスの製品となっている。スペインの国営鉄道会社レンフェが最初に高速列車アベニューの路線網に導入するためベラロイの名称で知られる編成の発注を行っている。 また、中華人民共和国鉄道部では、北京、天津高速鉄道向けに、東日本旅客鉄道の E2 系線番台をベースとした CRH2 とともに CRH3 として導入されている。ロシア鉄道では、モスクワサンクトペテルブルク間、モスクワニジニノブゴロド間それぞれの路線に、後期用のベラロラスが導入された。詳細は、 ドイツ鉄道407型電車を参照。ベラロディは、ドイツ鉄道が周辺国への直通運転を拡大する目的で設計された。ドイツ鉄道の形式では407型とされ、最高速度は時速 320km である。欧州鉄道庁による技術に関する相互、運用性や対衝撃性の基準を満たしている。防火設備として、車両間に、 防火扉を備えているほか、従来のアイス3に比較すると、騒音の低減やエネルギー効率の改善が図られ信頼性が向上している。2008年12月17日に、ドイツ鉄道は5億ユーロで15編成の購入契約をシーメンスと結んでいる。最初の編成は2010年4月28日に、ノルトベストファーレン州クレイフェルトで公開され、 2010年9月22日、ベルリンで開催中の第8回イノトランスにおいて、シーメンス側からドイツ鉄道へ引き渡された。ベラロディの運行開始は2011年12月からを予定しており、主にドイツ、フランス、スペイン、ベルギー、オランダ間の国際列車に導入される。認可次第では、ベロロディは英仏海峡トンネルを経由し、 イギリスへの直通列車として運行される可能性もある。詳細はレンフェ103系電車を参照。ベラロイは2001年にスペインのレンフェが高速鉄道アベニュー向け26編成を発注したもので、形式は103系となった。その後、発注の追加が行われ、合計26編成となっている。バルセロナ・マドリード間の高速新専用に導入されているが、 当初予定していた最高速度時速 350km、所要時間2時間25分運転は、システムの都合上行われず、2010年現在は、最高速度時速 300km、所要時間2時間38分で運転されている。最初の編成は2005年7月に受領され、試験走行は2006年1月より実施された。同年7月15日に、 マドリードサラゴサ線のグアダラハラカラタ遊間で、スペイン国内の鉄道としては最高速度となる時速 403.7km を記録している。詳細は、サプサンを参照2006年5月19日に、シーメンスは8編成のベラロラスを30年間のメンテナンス契約を含む受注をしたと発表している。契約は合計6億ユーロで、モスクワ・サンクトペテルブルク間、 モスクワ・ニジニノブ・ゴロド間で最高速度時速250キロメートル運転用に導入される。車両は標準機用のアイス3をベースとしているが、ロシアでの運用に合わせて高機用の台車を装着し、車体幅は330ミ、mm、リメートル拡大した3265ミ、mm、リメートルとされた。4編成は副電圧対応で、 直流電化 3000V と交流電化 50Hz25KV 双方の区間での運用が可能である。編成長は重量編成250メートルで、定員は600名である。車両の製造開発は、ドイツのエアランゲンとクレーフェルトで行われた。直流電化のみに対応した4編成は2009年中に、モスクワ・サンクトペテルブルク間の路線に投入され、 副電圧対応の4編成は2010年に、モスクワ22のブゴロド間に投入される予定である。詳細は、中国高速鉄道、CRH3 型電車を、参照2005年9月に、中華人民共和国鉄道部は、北京、天津高速鉄道向けに、ベラローを60編成発注した。8両編成で、仕様は、ベラロイーに類似するが、 車体幅は 300mm ほど広く、標準的な座席配置は横にプラス3列で、定員6 0 0と、他のベラロシリーズに比較すると50%以上の定員像となる大量輸送仕様になっている。シーメンスと東山機動客車共同で製造が開始され、2008年4月11日には中国でライセンス生産された最初の編成が出場している。 2008年6月24日に北京天津高速鉄道線上で時速 394.3km の最高速度を記録している。2009年3月16日に100編成の CRH380BL が発注され、2011年に受領予定となっている。CRH380BL は16両編成で、 営業運転での最高速度が時速 380km、最高運転速度は時速 420km に設計されている。2009年9月28日には追加となる16両編成40本、8両編成60本が発注された。合計200本の編成は、登山軌道客車と超新軌道客車によって製造され、シーメンスは、 単なるコンポーネントの供給者に過ぎない。2010年9月に8両編成の車両は CRH380、16編成の車両は CRH380BL の形式名が与えられた。2010年9月21日に最初の CRH380BL 編成が登山機動客車によって完成し一般に公開された。詳細は イギリス鉄道374型電車を参照 E320 は2010年10月7日に報道発表されたブランド名で入札によってユーロスターは10編成のベラロ E320 を導入することを決定している同時に7億ポンドを投資して現在運用している373型車両も更新工事が施行される予定である新車両の導入によって ユーロスターの運行範囲は、ロンドンからケルン、アムステルダムを含むヨーロッパ各都市に拡大される計画である。E320 は16両、全長400メートルの長編成で、現在の英仏海峡トンネルの安全基準に適合して製造されるが、8両編成200メートルのベラロディを導入する予定のドイツ鉄道も、ロンドンまでの直通運転を希望している。 E320 は、形式名の通り最高速度は、時速 320km で、旅客店員は900名以上が見込まれる。詳細は、トルコ国鉄 h d 8万軽電車を参照2013年7月、トルコ国鉄は、アンカラコンやイスタンブール間を結ぶ、時速300キロ対応列車を7年間の保守契約を含んだ総額2.85億ユーロで、 シーメンス社に発注した。ベラロディをベースとした8連で定員約500名。2016年から投入される。ありがとうございます。